皆さんこんにちは。鶴川高校教職員組合の三木ひろ子です。1月27日、松山先生、村田先生、私の3人は継続雇用拒否撤回の裁判の第1回の口頭弁論の日を迎えました。その裁判所の前での様子と、それから私が行った意見陳述の再現の動画をこれからご覧ください。こんにちは、鶴川高校教職員組合の三木ひろ子です。1月27日、今日は、継続雇用拒否裁判の第1回の口頭弁論でした。村田先生、そして松山先生、私の3人は、この解雇を撤回してほしいということを求めて裁判を起こしています。本日は1回目ということで、私三木が意見陳述を行ってきました。今、終わって出てきたところです。ご支援よろしくお願いいたします。原告である私たち3名は2020年度の授業を担当していたにもかかわらず、年度途中の60歳の誕生日にそれぞれ継続雇用を拒否されました。昨年6月に誕生日を迎えた松山恵美さんは、5月までコロナによる休校だったため、6月の学校再開は分散登校でたった2週間だけしか授業できず、本校には離任しかないため、ほとんどの生徒が退職を知らないままでした。誕生日の翌日、松山さんの職員室の机が撤去されているのを見て、2019年度に松山さんが教えていた2年生の生徒たちが言葉を失い、1年次のクラス担任だった村田智美さんのところに来て、先生、黙って私たちからいなくならないでと言いました。その村田さんの昨年9月の誕生日直前には、村田さんが1年次に担任をした2年生3年生がたくさん集まってきて、まるで最後のホームルームのようでした。生徒たちは1年の時に村田先生が見えないところでたくさん支えてくれていたのが分かった、進路が決まったら一番に報告しようと思っていたのにと言い、私たちから先生を奪わないでという思いを聞いてくれるところはないのと怒っていました。昨年10月が誕生日の私の最後の授業で、ある生徒は、年度の途中でいなくなるのはどう考えてもありえないでしょうと発言し、私たちが卒業するまでに帰ってきてくださいとたくさんの生徒がノートに書いてくれました。原告ら3名、鶴川高校教祖組合員の継続雇用が拒否され、もう1名の組合員がパワハラによる病気休職を取得しましたが、休職期間を6ヶ月しか認めないと雇用を打ち切られたため、職員室内の4つの座席が次々と撤去されました。2019年度末で22名の教員が大量退職しましたが、2020年度初めに16名の教員しか採用できず、2019年度比で6名の教員が不足している中で、私たち3名の教員の継続雇用を拒否し、その他にも退職した教員がいたため、2020年度中に11名の教員が不足しました。各教科の正規雇用の専任教諭が1名しかいない、もしくは専任教諭は1名もいないという大半の深刻な事態となっています。2020年12月には若干名として常勤講師や非常勤講師を複数の採用募集サイトで募集をかけており、私たち3名に対する継続雇用拒否は組合員を職場から排除するとともに、正規雇用の教員から非正規雇用の教員への代替を目的にしているのです。私にある生徒が手紙を届けてくれました。三木先生がいなくなってから三木先生ロスが今も続いています。他の先生に授業をしていただきながら、三木先生と同じようにこの先生もいなくならないか不安です。いい先生がまたいなくならないか不安です。信頼する先生たちが次々にいなくなることに傷つく生徒を思うと胸が痛みます。
鶴川高校の生徒たちはさまざまな困難を抱えながらも教師がしっかりとサポートしつつその自主的なエネルギーを尊重すれば自分を変え仲間と共に壁を越えていくパワーの持ち主ばかりです。学びに対してこだわりを持ちどんなに小さな一歩であっても自分で一歩踏み出せたことに喜びその一つ一つの積み重ねが大きな自信になっていく。三十数年にわたってその瞬間を共に共有できたことは教師として大きな財産です。裁判所におかれましてはかけがえのない生徒たちの思いに応え私たち原告3名が一日も早く鶴川高校に戻れるよう理不尽な継続雇用拒否に対して厳しい審判を下していただけますようよろしくお願いいたします。